今回は肉味噌きゅうりの作り方を紹介します。甘辛く味付けした肉味噌にサクッとした食感のきゅうりの相性抜群で、おつまみはもちろんご飯のおかずにもなります。他にもそうめんや中華麺にのせてジャージャー麺として食べるのも美味しいです。さらにきゅうりには細菌や農薬がたくさんついていることも多く、そのまま食べるのは体に良くありません。なので効果的な下処理の方法をご紹介いたします。この方法を使えば殺菌効果だけではなく美味しくすることもできます。それでは作っていきましょう。まずはきゅうりを板ずりします。きゅうりに塩をまぶし、まな板の上で4、5回コロコロと転がすだけです。イボのところに細菌が多くついているので、そこに軽く塩をこすりつけるイメージで行います。さらに板ずりすると表面の細胞が壊れ、余分な水分が抜けやすく味の染み込みも良くなります。曲がったきゅうりはコロコロできないので、指で軽くこするだけで大丈夫です。そうしたら塩を洗い流します。鍋にお湯を沸かし、重曹を少量入れます。重曹を入れることで残留農薬を落とすことができます。きゅうりをお湯に入れ、5秒から10秒湯で殺菌します。お湯から上げ、すぐに氷水で冷やします。ここまでが下処理の方法です。このままかびりついて食べてもいいですし、料理しやすくカットしたりします。ここから料理しやすいようにカットして美味しくするために塩水につけておきます。カットしたら水 500cc に塩大さじ1を入れ15分つけておきます。普通に塩もみするよりも均等に塩が回るのでいいですよ。次に合わせ味噌を作ります。中華だと甜麺醤を使うのが理想ですが、家庭にないことが多いので普通の味噌を使います。今回はだし入りの丸米味噌を使います。砂糖を大さじ1入れます。日本酒を大さじ1入れます。みりんを大さじ1と2分の1入れます。醤油を大さじ2分の1入れます。あとはしっかりと混ぜておきます。豚ひき肉 120g とニンニク生姜のみじん切り 10g を用意しておきます。鍋に大さじ1の油を入れひき肉を炒めます。ひき肉は強火でしっかりと火が通るまで炒めていきます。ひき肉はしっかりと炒めないと生臭さが残りまずくなります。ここでさらに大さじ1の油を足して、ひき肉をカリカリにしていきます。
ひき肉から溢れ出てきた油と炒め油を使い、揚げるようにして炒めていきます。こうすることでカリカリでサクサクな肉の食感になり、美味しくなります。このくらいのこんがりとした色で肉が揚がったような状態にします。そうしたらニンニク生姜を入れて炒めます。焦げないように弱火で炒めます。次に豆板醤を小さじ1入れます。豆板醤はしっかりと炒めないと生臭い香りが残るので、ちゃんと炒めましょう。このようにニンニク生姜豆板醤をしっかりと油になじませます。火を止めて味噌を入れます。加熱したまま入れると焦げやすく苦味が出るので注意しましょう。あとは油に味噌をなじませるように軽く炒めます。ここでも味噌は焦げないように弱火で炒めます。全体的にまとまってきたら、最後にごま油を大さじ1入れて香りをつけます。ごま油を入れたら一度加熱をしてしっかりとなじませます。あとはボウルに取り冷ましておきます。これで肉味噌の完成です。他に麻婆豆腐や担々麺などにも使うことができます。先ほど塩水につけたきゅうりはしっかりと水を切ります。きゅうりは食べやすい大きさにカットしていきます。真ん中の種の部分には水分が多く残っているので、カットしておきます。きゅうりを皿に盛り付け、肉味噌をかけます。これで肉味噌きゅうりの完成です。そうめんにのせても美味しいです。お好みでラー油や山椒などをかけて食べると美味しいです。前に紹介した食べるラー油があれば最高にうまくなります。今回は肉味噌きゅうりの作り方を紹介しました。詳しいレシピはブログにも書いていますので見てみてください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。